はい、皆さんこんにちは。カフェスタートーク月曜日、司会の平正明です。そして今日の有識者コメンテーターは豊洲動かし時代、生田芳川さんです。はい、どうも、生田でございます。はい、あー、はいってやるね。はい、はいってやるね。はい、で、今日のアシスタントはですね、急遽ですね、ピンチヒッターで、はい、さよもら、さよもらですね、はい、そうだよね。もともとさよもらで、大沢咲ちゃんの代わりに来たこともある、うん、シロ、アオイさんです。そうです、そうです。はい、シロ、よろしくお願いします。はい、はい、はい。で、今日のこれ行くバスみたいな。ありがとうございます。ね、今日のコメンテーターは、はい、日本の政治は政治よまかせ、おませな政治は踊りが上手ということで、木原誠司さんです。よろしくお願いします。少し長くなってんの。何が？紹介が。紹介ね。もせやもう今。ありがたいね。木原ちゃん人気だからね。今人気。今来てるよね。いやもうね。俺今足立を抜いたっていう。バカなこと言ってたね。玉木を抜いたっていう。お二人にね、イクバズ出ていただきましてね、私の番組に。ありがとうございます。非常に評判が良くてですね。ありがとうございました。困っちゃいます。いやいやいや、ありがとうございました。その時ね、いやでも僕も出て、木原さんも出て、行くバズ、行くバズ、行くズババズ、行くバズね、行くズバの方がいいのにね。なんでバズるからは行くバズなの。バズるから、ね、いや違う、生田がバズる。そう、美濃さんのあの番組をパクっただけ。美濃さんは美濃さんって何だっけ。朝ズバだろ。いや、夜バズってやってんじゃん。あ、やってんの。今、アベマ TV、終わっちゃったのかな。そうなんだ、美濃さんが。そうですか。で、それをパクっただけで、イグバズでね、はい、で、私も4回ぐらい、どうっす、ね、4回で台本なしで、台本なしでね。で、木原さんも2回撮ったんですか、あれ、はい、台本なしで、台本なしでね、はい、まあ、ちょっとアドバイスしておきましたけどね。あんまりイクちゃんに乗せられないよ。でもね、2人ともね、あのね、まあ、正直言って、あそこの色合いでよく出てくる色合いの政治家とちょっと違う色合いだったでしょ。まあ、違うね、違いますね。だからね、非常に評判が良かったです。で、政策っていうものを作るのはこういうもんなんだと、こういうことをやってなんだっていうお話がね、非常に良かったです。ありがとうございました。まあ、言うだけなら誰でもできますからね。言うだけなら言うだけならね。随分今日控えめじゃない。いや何かあったんですか。いやいや、何もないです。何もない。そう、いやでもね、私もね、自分の回も見ました、後で。あ、はいはい。で、おかげさまで、まあまあ評判も良くててね。おそれでね、評判すげえ良かったよ、本当に。本当ありがたいですよね。で、気になって木原さんの回も見たんですよ。気になったんだよ。そしたら随分ね、政調会長、事務局長がね、うん、まあ、平さんは所詮部会長だからみたいな発言。事実だからね。平さんは事実に基づいた発言だから。平さんはああは言ってるけど、所詮は部会長だからみたいな。それもね、部会長だけど第二だよって結構強調してた。そう、第二は内閣府と内閣官房ほとんどなんだけど。だからね、私今日ね、この後、全部会長を招集して、ちょっと球団の会を開こうと。事務局長がね、所詮部会長だから発言、撤回を求めてね、ろうそく集まって、ろうそく持って、ちょっと集会をやろうかと思って。納期払でお願いします。器小さすぎる。納期払。いやいや、でもね、あれやっぱりね、勉強になったね。ね、私もね、いつもカフェスタね、はいはい、だらだら45分やってますけど、はい、ああやってね、10分ぐらいで刻んだ方がいい。うん、確かにね。そう、だから今日は、話題はね、だから今日は10分ぐらいで終わりたいと思います。それで、4、5回、4、5回に分けてね、放送っていうのはいいね。うん、じゃあまたぜひ、お時間のある時来てもらって。いやいや、喜んできますよ。だから、いや、僕はもう胃腸炎で体調悪い時にさ、そうだったんだよね。4本撮り、5本撮りでさ、それでなんかね、買っても分かんなくてさ、うん、ビルの入り口も分かんなくてさ、ビル怪しいよね。そうで行って、まあ、話したんだけど、まあ、結構面白かったよね。だけどね、木原さんはね、あの界隈にいつもうろちょろしてるんだって。してないでしょ。そしたらね、あそこにね、行きつけの料理屋がある。あ、ね、割烹屋さんね。割烹屋さんね、ちっちゃな五席だけのね。ポーターさん、そうそう、ポーターさんが、木原先生どうもって言ってました。言ってないでしょ。言ってないですね。いやいや、で、木原ちゃんは何の話したの、それで。その、いかがでしたっけ。韓国の話したよ。韓国の話ね。うん、いや、韓国の話は今盛り上がるわね。いや、でもね、あれ、木原さんも外務副大臣をやられててね、うん、
あのジーソミヤ、はい、ジーソミヤ、うん、でさ、あの経緯を見るとさ、ちょうど岸田外務大臣が当時のパククネ政権の外務大臣でねと交渉したんだっけ。それでその慰安婦の問題を、まあ、かなり最終的な解決ということで、うん、かなりじゃないよ。いやだから、いやいや、最終的な解決のためにね、はい、だからそのまあ政治決断して基金を出す、はい、基金にあの日本も出すという、まあ、決断をしてですよ。それで、まあ、最終合意、最終解決というのがあって、うん、初めてあのジーソミアもあれでしょ、やる韓国側が慎重してだったんだけど、日韓関係、うん、まあ、あんまり良くないからっていう時止めてたんだけど、あ、まあ、その慰安婦の問題が、まあ、解決したから、はい、じゃあジーソミアもやりましょうって結んだんでしょ、あれ。そうよ、うん、経緯合ってる。あ、2015年の12月ですよね、年末、超年末、もうみんなもう仕事を終わってる頃、うん、総理と岸田外務大臣で決断をして、ああ、で向こうに急遽飛んで、で合意したわけですよ。で慰安婦、そうそうそう、慰安婦問題でね。でそのだからその直後だよね、うん、そうそうそう、ジーソミアはね、だからそれを受けてなんですよ。だからそれがなければジーソミアもやってないんだよね。ないんだ。だからあの、まあ、日本ではパク・クネ大統領もあんまり評判良くないと思いますけど、うんうん、でもパク・クネさんは、うん、結構やることやったんだよね。そう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 、まあ、解決しようとしたからそういう結論になったんだからね。だからそれでその上で、まあ、今の政権はアンチパククネっていうかね、パククネ政権を全否定するから、だからそのせっかくまとめた慰安婦のやつも癒し財団っていうのを解散、勝手に、あれ日本に断れないでしょ。ないない、勝手に解散しちゃったし、だからその流れでいくと、そのジーソミアをもう破棄する、やめるっていうのも、うんうんうん、まあ、今の政権から言ったら、まあ、さもありなんちゅうか、うん、まあまあね、まあ、普通にやる、もともと考えてたことの一つなのかもしれないね、うんうん、だからそういう流れなんですよね、うん、で、ね、でジーソミアね、どうなんですかこれから。いやいや、それでね、俺が聞きたい、まあまあ、だから、まあ、これかなり構造的な問題だよね、うん、だから前から言ってるように、まあ、木原さんもここで解説してもらったし、僕もここで解説してるけど、まあ、いろんな問題がありましたと、うん、だからそれは慰安婦の問題もあったし、レーダー照射の問題もあったし、うん、竹島の問題もあったし、それでまさにこの徴用工の問題が出てきて、はいはい、まあ、積み重ねをしてきたと、うん、ただその背景にはやっぱりその前の政権の反対側のポジションを取ってる政権だということと、うんうんうん、やっぱり左翼政権でしょ、そうです、完全左翼政権だということと、あと僕らから言うと、まあ、前から言ってるけど経済政策間違えてるので、やっぱり経済悪いんですよ。いやだから経済悪い上にさ、そうそう、こんなことやっちゃってさ、だって株なんかも下がってるでしょ。株も下がってる。それでウォン高かなんかになっちゃった。ウォンも下がってる。そう、ウォンも安くなっちゃったでしょ。そうどうなのこれ、経済おかしくなるんじゃない。経済もう全然ダメでしょ今ね。だからそういう意味では、その今までの流れと左翼政権と、まあ、左翼政権やりがちなね、今回の参議院選挙だって見てれば分かるじゃない、はいはいはい、左翼の人たちって左翼政権でみんな賃金を1500円にしろとかなんとかやるじゃない、うん、あれだって韓国やったんだもん ね、で韓国は急激にやりすぎて2年で 1.5 倍ぐらいにしちゃったから失業率が上がっちゃったわけでしょ。そりゃそうだよ、誰も雇わねえよ、うん、賃金上がっちゃったら。その ムン政権を支えている、まあ、労働組合も仕事が減るし、なくなるし、まあ、ムン政権を支えてたその社会の厳しさは分からない、意外比較的ウブな正義感の強い大学生はアルバイトがなくなったり、うん、就職がなくなったりしてるわけですよ。それそうすると、あの政策は間違ってたねってなかなか言いにくいから、うん、やっぱり目をそらそうっていうふうにもなるんで、それで2つのオプション、はい、ソリューション、はい、1つは日本が悪いみたいなね、うん、まあ、そうだ、日本叩きみたいなことで、もう一つは北朝鮮と一緒になって、あそこにいろんな投資をして経済を統合したらものすごく韓国経済良くなるんだよっていうふうにやってるわけですよ。で両方とも今目詰まっちゃってるっていうことなんですね。でそういう中で、まあ、だから我々が多少心配するのは、このままいくと韓国経済クラッシュしたり、やっぱり弱小国家だし貿易立国だから、うん、やっぱり通商ですごい揉めたりね、はいはい、あとやっぱり財政の信任を失ってウォンが暴落したりすると、
まあ、一時 の, あの韓国の経済クラッシュした時あったよね、うん、97年、うん、あれと同じようなことが、まあ、ちょっと起きるリスクが出てくるわけでしょ、うん、で僕と木原さん前も言ったけど、うん、あれも6年ぐらい前に日韓通貨スワップを財務省が自動延長した時に、はい、延長すんなと、うん、そうだよね、言った経緯があって、そうだよね、あれマックス3階建てぐらいになってたやつが結果全部なくなった、まあ、別に俺と木原さんが全てなくしたわけじゃないけ ど, いやだけど1回等でかなりの引き金は引いたよね、止めたんだよね、等でそんなの自動延長しようと思ったからやれっつって、うん、まあ、かなりそこで、まあ、菅さんなんかもまあ理解があったと思うんだけど、うん、止まったんだけど、うん、結局今ウォンはあのいわゆるなんていうのかな、アジア通貨危機とか、うん、韓国の経済危機の後は円がウォンを支えてたから、はい、 そうですよね、そんな暴落はしないんだよ、うんうんうん、しなかったんだけど今これ円外しちゃったっけ、外しちゃったもんね、だから実はウォンは一人ぼっちでちょっとあの不安定なんだよね、いやもろだよ、だからそれがちょっと危ないんだけど、うん、でも今中国が、うん、中国の元と韓国のウォンが通貨スワップやってるんですよ、うんうんうん、じゃあやばくなったら中国が、だから中国が支える可能性ある、マジか、でそうするとね、もっともっとややこしい話は、韓国がなんだっけ、サードだっけ、なんかあの、いわゆる対空ミサイル の, あの防空システムみたいのを入れて、すごい中国から品種を買ったわけですよ。でもね、通貨をその中国の元で支えられてる構造でになれば、そういった国防の方もやっぱり中国の言いなりになるかな。そうだよね。それでジーソミアが破棄しちゃってるからね。ジーソミアもね。やばいじゃん。いやだからそういうふうに、なんていうのかな、この一応ね、韓国は西側として我々と、まあ、民主主義とか重視経済とか、ね、まあ、価値観を共有してる側にいたと思うんだけど、やばいやばい、あまりにも政権がダメダメで外交ダメダメで、それでその全部に目を配らなきゃいけないわけですよ。外交安全保障、通商金融って、でもなんかこうなんていうのかな、その場行き当たりばったりで日本がどうやったら困る、あの困るっていうか、なんか韓国民がスカッとするだろうみたいな、その場当たり的なやつをやると気がつくと、もう中国からに取り込まれちゃうよねっていうリスクはあるんじゃないかなと思ってるんだよね。いやさ、そうさ、半島自体がちょっと石化していくわけでしょ。そうなると38の線降りてくんだよね。いいのこれで。そこはだからわからないよね、うん、要するに北朝鮮がどう思ってるか、その韓国と中国が近づいた時に、うん、じゃあ北朝鮮どうするのって言ったら、北朝鮮はじゃあ私たちもっとはならない可能性の方が高いよね、うん、あ、そう、うん、あ、うん、うんって、だって価値、自分の価値がなくなるわけだから、あ、だから外交ってやっぱり相対的なものだから、あ、韓国が中国に近づけば北朝鮮の方はどうするかっていう、いや別にええやんって今書いてあったけど、よくないと思うよこれ、うん、だから朝鮮半島が全部そういう色に変わった時はそれは危機的だよね。そうだよね、それはね、それは危機的だけども、これ今さ、うん、木原誠二元外務副大臣が、外交っていうのは相対的なものだからっていいこと言ったんで、メモしておいてくれる？なんで名言集後で使うの？いやだからね、それでね、実は韓国の学者とかね、外交ブレーンの人たちが結構日本に来た時、我々も意見交換するんだけど、また最近も実はある大学の教授を介して来たわけですよ。それそこで、いやそのもっぱら統一統一って話をしてるでしょ、韓国は。それでこの統一ね、で統一朝鮮ができたら日本はどういうふうに思いますかみたいな、そういうヒアリングに来たんだけど、いやいや、聞きに来たの？うん、そうそう、いろんなヒアリングに来たわけ。いやでも統一朝鮮ってイメージ湧かないんだけど、じゃあキムファミリーってどうするんですか、そうそうそう、まあそうだよ ね、だからね、東西ドイツとか、はい、東がこう、はいはいはい、こうなってた時っていうのは、うん、それぞれの国で政権が倒されて、うん、そうだよね、倒されて壁がこう民主の力で打ち壊されて統一になってるんだよ、うん、だよね、うん、そうだからまずはね、どういう統一朝鮮のイメージをあなたたち当事者として持ってるんですかと。でそれは多分、まあ、北朝鮮スタイルじゃなくて韓国スタイルで、まあ、大統領制で議会制で行くんだと思うけど、その時に
キムファミリーはどうするんですかと。それでキムファミリーだって自分たちの権益とかね資産とか守られなかったら絶対やんないよねと、そりゃそうだよ。ということはそのビジョンも何もないのに統一統一って言ってんだ、ね、ビジョンも何もないのに日本どう思いますかって言われたってこっち答えようないし、でましてや私これ個人の意見で自民党の意見じゃないかもしれないけど、あんだけ人権を無視した政権なりファミリーを俺存したものだね、お話ししていいと思わないんで、それなりのやっぱり罰を21世紀の世界においてしなきゃ俺ありえないと思ったわけだから、そういう意味では本当に甘いよ彼らは。だって統一朝鮮運なんで、それで一緒になって日本と対抗するんだみたいなことを大統領言っちゃってるわけだから。いやそれでだってさ、キムの方はさそれ聞いて何言ってんだお前みたいな感じで剣もほろろだったんだよ。それでね、あれもね、まあ、ちょっと木原さんに解説をしてもらおうと思いますが結局前のめりになってるわけですよ、パククネじゃない、ムンジェイン大統領が。だから多分北朝鮮にいいこと言ってるわけ、あの経済援助します、協力をします、投資をします。ただ北朝鮮の制裁って国連の枠組みだからできないんですよ、二国間でいくら決めたところで。だから多分北朝鮮から見るとなんだと、ムンジェインはあれもやるこれもやるって言ったのに、要は何も出てこないじゃないか。で多分ね、ムンジェイン大統領やろうとしたんだよ。でアメリカから一括されたと思うんだよね、ダメだよそんなのって言われて。だから逆に北朝鮮からも信用を失い、日本とも関係が悪化し、気がついたら、でアメリカだって今回すごいでしょ、トランプ大統領の発言で、気がついたら中国にうまく取り込まれるっていう。だからこれちょっと困ったもんだね。困ったもんだね。まあでもそこら辺は今回でもアメリカがきっちりしてるから、アメリカをかなり怒らしちゃってるので、と見れるから、発言からすると怒ってると思うな、やっぱり。だから特にジーソミアの話は、アメリカは理解してると。言っていたにもかかわらず、アメリカはこんなこと言ってないよと。そうだよね、でむしろ嘘つくんじゃねえみたいな感じになってくるから、だから結構大変だと思うね、韓国ね、かといってこのままじゃ中国にスーッと寄っていくことが許されるかというと、在韓米軍もあるわけだよね。在韓米軍もあるしね、在韓米軍撤退なんていう話は出てきちゃう、これこのまんま行くと。どうだろう、そんなことはないと思うね。だから国内がね、そういう構造を理解して、まあ、今多少ねその、今の政権に対する反発の集会とかも起き始めてるんだけど、いや、やっぱり組むなら西側がいいよねってやっぱり多くの国民は思うはずなんで、いやそれはロシア韓国よりやっぱりアメリカや日本の方がいいよねって思うんで、まあ、それなりの動きは出てくるでしょうね。そうだよ、いやだから一回ね、あのこっち側に来ちゃった人って向こう側に戻れないからと思うんだよな、やっぱ自由に発言できてさ、何事も自由なんだもん、そう、それがまた向こうに戻るなんてことはありえないからな。あの外交ってあの相対的まず相対的だし大切なのは三角形だという人がいて、はい、三角形、あの敵は味方だし、こう絶対に三角形両方と喧嘩をしないと、どっちかと喧嘩してもいいけど、どっちかとは少なくともうまくやっておくというのが重要で、今の韓国見てると、全てとやっちゃってるからもう結構高くつくよね。要するに在韓米軍がね、撤退するっていうことはもしないあるかないかって僕はないと思うけど、でも駐留経費はもっと出せとか、かなりのプレッシャーをかけられるよね。そうかそうか、これはで誰も助けてくれないと。誰も助けてくれない。世界から孤立しちゃってるってことだね、じゃあね。で、まあ、でほとんどの国は関係ないと思ってるわけだね。ああそうだね、日韓の問題は知らねえもんね、どう勝手にやってった話の中で、関係者、中国、アメリカ、そして北朝鮮、みんなとなんとなくこう、うまくいかなくなっちゃってるから、そうだね、相当しんどいと思いますね。まあ、パククネ政権と、まあ、反対の立場を貫くがゆえに、まあ、個々の日本との決め事をあまりにも軽視しすぎてよね、それで1個や2個じゃないから全部積み重ねてきてるから、木原さんや僕みたいに比較的冷静に政策をやる人間ですら手の差し伸びようが全くないから、ちゃんとやってよって、これはこうやってやんなさい、これはこうやんなさいとしか言えない。そうだね、で自らどんどん墓穴を
掘ってってるって感じするよね、ここ1年見ててね、うん、まあだから日本はほっときゃいいんだよね、ほっときゃいいんだよ、まあまあ、ほっとくしかないし、まあ、正直ね、いやでもあの通貨スワップっていうのを結んでたっていうのはやっぱりそのあれなんだ、あの韓国が孤立しないようにっていうか、その北とあんまり親しくならないようにっていう部分もあったわけやね、もともとはあのアジア通貨危機っていうのがあったんですよ、それでやっぱり結構欧米のファンドなんかにボコボコにやられちゃったんだけど、結果世界経済にもアジアの経済にもものすごい打撃があって、あれ宮沢さん97年はね、チェンマイネシチブとかね、シチブってなって、やっぱりそれはアセアンね、アセアン、うん、それでそのやっぱり日本が一番信頼があるので、うん、あの通貨もで日本の通貨でみんなのローカル通貨を支えてあげるよっていう、まあ、仕組み作ったんですよ。でこれ画期的で、まあ、すごい画期的なんですよ。でその後に韓国はやっぱり重要な二国間貿易でもなの で、うんうんうん、でしかも不安定だから2階建て3階建てって言って手厚くしたらそういういいの、そうそうそう、チェンマイの上の層で、ね、上を乗っけてね、乗っけたんですよ、まあ、当時は結構面白くて、そうそう、今 IMF というのがあるでしょ、うん、IMF というのは国際通貨基金、うん、だからまあ基本的にドル体制ですよね、うん、本部はニューヨークにあってこう支えてるわけだ、世界経済、うんうん、当時はそのチェンマイニシアチブっていうのを作って AMF っていうのね、アジアマネタリーファンド、こっちはインターナショナルマネタリーファンドかな、作ろうみたいな議論があって、でそうすると日本がアジアの通貨としてアジアをこう支えていくみたいな、そういう構想もあったんだけど、やっぱりその時はドルがアメリカが反対したよね、 AMF そのものには。そうすると日本がアジアをこう抑えちゃうと、抑えちゃう、だそれぐらいやっぱりあの国際社会はそういう意味で言うと熾烈な争いになってて、10年前の10年もう20年前か、20年前と比べると今アジアには元というもう一つの通貨があるので、今度まさに元と円とドルと、まあどういうせめぎ合いをやるか、アジアでね、非常に微妙だよね。そう、名言で言えば相対的な問題が続きさらに相対的になっていると。でもまあこれ元が入ってきてね、韓国を支えるっていうのは嫌なシナリオでしょ。まあでもこれ日韓通貨スワップも、うん、まあ韓国側の外交の稚拙さというかね、うん、そもそもこれ向こうから見たら大関心事なんですよ、日韓通貨スワップっていうのは、うんうん、そうだよね、このだって貿易立国なんだから、やっぱり為替が安定しないとどうにもならないとこあるわけだけど、でもあの時確か向こうの大統領の報道官が記者に問われてね、日韓通貨スワップは韓国側からお願いしたことじゃありませんからって言ったけど、俺はその発言にブチッと切れて、それで木原ちゃんとこ電話かかってきて、延長させんじゃねえか、ダメだこんなの、財務省何やってんだっつって俺がブチ切れたわけ。それで財務省にもうすぐ部会開けって言ったら、いやいやこれ議題になってないんですって言って、いや議題にしろってわけ。それで木原も怒ってるぞっつってそれで財金部会かなんかを急遽開かしたんだけど、その時も日韓通貨スワップって入れないで、アジアの各国の通貨に関する諸課題についてみたいなテーマで入れるわけよ、分かりにくくするために。でそこで一応、いやこれねもう向こうがいらないって言ってるものをなんでこっちがやるんだと、まあまあだからアジアの経済を支えるっていうのはあるんだよ、いやでもそうしたらその時再開すればいいじゃないかと、だから一旦切ってちゃんとこれは韓国のためにやってやってんだよとよく認識させろと、その代わりいつでもできるんですよやろうと思えば、枠組み一回作ってるから、だから一回やめろって言って、まあ、止めた経緯があってですね、そんなことで、そしたらね韓国の大統領の報道官も翌日かなんか取り消したんだてるんだよ。まあ、俺たち知らないからそんなの。もうダメだ、ダメだっつって一回、ね、そう一回、うん、あの止めて、もう財務省に呼びつけてさ、うん、私と木原さんと大暴れしてさ、日韓通貨スワップを破棄したのはこのお二人だというまあ、まあ、あのその発端を作ったのね、発端を作ったね、すごいね。だからそういうなんていうのかな、軽率な発言しちゃダメなの。だから日本側もね今ツイッターとかあるけど、はいはいはい、政務三役は気をつけなきゃいけないわけよ。まあ、そう政務三役もいろんな人いるよ、防衛とか外交とか。 それで政務三役は国全体での役割分担があるんだから、うん、大臣が言ってるノリを超えて、うん、いいとか悪いとかは言っちゃダメなの。なるほどね、悪いけど、だそこはねちょっと俺甘いと思うよ。なるほどね。しかし相手のね韓国の悪口言ってもしょうがないんだけど、今回のあのなんだ
延長をねしないといったその報道官、発表もひどいね。あの人も。あ、そう。そうなの。要するに感謝の気持ちもないとかさ。ああ、日本はね。日本はこっちは手を差し伸べてやったのにとかね。ふざけんなバカ野郎だよ。まあだから不思議だよね。日本だったらああいう日本の官房長官のこと絶対言わないし。だからまあ本当にあんまりプロフェッショナルな感じしないよね。いやだからド素人なんだ。すごいド素人だなって。だからもうあれを見るたんびにね、やっぱり少なくとも県外っていうのを思い出すよね。いやもう本当に、まさに民主党政権と一緒だよね、やってることがね。いやだからそういう意味ではそのなんていうの、稚拙っていうか外交ができない政権がやると、で結果国民が不幸になるからね。まさにそうで、でだから我々かなりね、冷静に対応してると思いますよ。冷静に対応してると思います。いや、それとさっき原さん言ったようにね、やりようがないし、やることないよ。やりようないよ、ね、今回の件に関しては別にやることがないんだよ。だから個々に言ってるんだよ、これに対してはこういうアクションを取るべきだし、だから徴用工に対してはまさに仲裁国の指定っていう、前も言ったけど、紛争解決プログラムがビルトインされてるんだから、それにとってやってくださいって言って、これだって我々としてはものすごい情報ですよ。だって解決済みの本だから、お前何言ってんのって話なんだけど、いやいや、そこまで言うなら仲裁プログラムやりましょうっていう。でもそれも無視してるわけだから、まあなかなか今回の、でもあれでしょう、 G7 受けて韓国の世論もざわつくんじゃない？いや、問題だからああいうのが報道されるかだよね。あ、まあ韓国内でね。韓国内でね、きちっと。いや、本当そうですね。お、はい。どうする？いいよ。どうぞ。いや、そういえばあれですね。これ非常に話しにくいことなんですけれどもね、俺の番組でねえ、平正明のカフェスタでなんでこんなこと言わなきゃいけないのかと、私も非常に最初からずっと迷っておりましたが、あ、でもイクちゃんだからね、言っちゃったね、親方ね。イクちゃんだからね。あ、しょうがねえ。いや、まああれはね、俺は不適切だと思うよ。おっていうのは ねだ、それ石破発言でしょ。そう、ブログでしょ。もちろんだよ。いやだからその歴史と、まあ、の戦争の責任について向き合ってこなかったみたいな話と、今回の GSOMIA を結びつけるような形っていうかね、それを連想させるような形で言うのは、まあ不適切だよな。だって今言ったように全部一つ一つ理屈が説明できるわけだ。そうなんだよね。ただね、まあまあ私も多少ですね、フォローすれば、まあ、あのリー・クアンユー、シンガポールの今のリー・シェンロンのお父さん、リー・クアンユーものすごい親日派だったんだけど、まあ、リー・クアンユー、俺リー・シェンロンからも言われたことあるな、やっぱり占領当時のことを日本の政治家はどれだけ知ってるんだと、若いね政治家はと。それで今やっぱり二国間がさ、ヒートアップしてくるとさ、まあこれ民族性の問題だよねって終わっちゃったりするんだけど、それは評論家とか民間の人はいいけど、やっぱり外交も相手も民主主義だし、いろんな歴史といろんな多様性があるんで、ああいう国なんだよあれって言う、僕らがねそれで終わっちゃいけないので、だからそういうもっと今のジーソミアの問題はもうここの理屈の問題で全部説明できるから、それ結びつける必要はないけど、もっと長いスパンとかさ、いろんな多様性とかさ、まあ、それを特に我々のような戦争を知らない世代の政治家は、まあ、それなりにやっぱり常に問題意識を持って勉強する必要はありますねと。ただまあね、まあね、タイミングだよ、タイミング悪いしね、あのね、まあだからそれはそう結びつけるようなどうかと思いますよ。ただね、今ね、僕ね、すごいわけ、お前石破派の広報委員長だろ、説明しろって来るんだけど、平良さんが石破さんの発言全部作った。違うよ。いやだから総裁選の最中は、広報がやるんだけど、今は平時なので私は何も触ってないんです。まあ、とは言うものね、まあ、しかし、まあ、大変申し訳ないけどセンスないよね。さっきので言えばプロフェッショナルじゃないでしょうか。まあ、だからセンスないよな。だから言っちゃった。いや、だって韓国にまた利用されるからさ。そうだよね、あれは利用されて、別にかばうわけではないけど、あれも切り取りされてるのも確かだからな。だからね、今度私の意見はよくよく伝えておきます。はい、そうだよね。いや、でもね、まあ、皆さんね、喜んでらっしゃいますけれども、ね、やっぱり自分のところ、菅野寛さんっていうの、菅野貴元対談、
うん、あ、これも俺知らなかったんだよ。あれは話になるんですよ。だからね、まあ私もすいません、全部見てるわけじゃないんで。いやいや、あのね、皆さんに言っとくけどね、みんな喜んでるけどね、やっぱりね、自民党ってこういうところいいとこだよね。うん、まあ、ね、だって俺は親分だからって批判しないわけじゃないよ、まあね、まあ、親分だって間違ってるなと思ったら自分の意見はちゃんと言える。いや、考えは違う。これは素晴らしいと思うよ、俺。うん、うん、まあ、そうだよな、うん、どう思いますか、この辺は、アミちゃんは。いや、今日ここに来るってなって、まあ、石破さんの発言のこと知ってたんで。あ、勉強したわけね。ちょっとだけ、ちょっとだけ知ってたので、何かおっしゃるのかなと思ったら本当に言ったので、いや、でもやっぱりね、もう一つ言いたいのは、やっぱりこういうツイッターの世界で、例えばね、まあ、その戦争占領中、ま、もしくは日韓は併合だけど、その時に全部日本が悪いんだっていう中条さんがね、昔高野さん、僕仲良かった、中条さんがあのおじいちゃん戦争のことを教えてっていう本で、あ、そうだ、あの JC の時にね、そう、 JC の時俺が JC みんなに紹介してさ、ワーギルドインフォメーションプログラムみたいのがあってって、はいはい、で俺はそれに洗脳されて、そこから一歩も出ないなんてありえない、ありえないね。日本はちゃんといいこともした、だただ一方で、いいことをしたけど悪いことっていうか何もしてないっていうか、そのこの逆の側ね、占領された側とか併合された人にだっていろんな思いを持ってる人なんているんだから、その通り、その通りです。全部悪いとも思わないし、全部いいとも思わなくて、その多様性をちゃんと、俺たちの戦争を知らない世代はなおさら、ましてや与党はね、与党の人間は、あの、やっぱり掘り下げる努力をすべきで、今単純に来すぎじゃない、全部日本が悪いとかさ、いやいや、そんなことない、いやいや、日本は全部いいことやったんだ。でもそんな現実って多分どこにもない、ないんで、だからそこはね、もっと時間軸も多くとって、あと国によって全部違うんだろうから、だからそういう勉強をする努力を怠ってはいけないという教訓を私は今回のブログから学びました。なるほどね。はい、ただブログで書いたんだ。ブログで書いたんですよ。でも、まあいいや、アウトだよね。まあまあ、いや、こういうさ、こういう対談の中だと切り取られるけどさ、ブログは切り取られようがないよね。いや、だから、まあ、まあ、全部読んでもらうと、まあ、リー・クアンユーさんにね、こう言われて、まあ、それなりに、まあ、ショックを受けてとかいうのありましたけど、なるほど。まあ、じゃあ今日はあの木原誠二さんから、あのセンス、石破茂はセンスないっていうことで、まあ、このお話は終わりたいと閉じたいというふうに思います。本当ね、皆さんあれよ、あのこういうふうにやってね、自由にやっぱり言えるのが本当に自民党のいいとこだと思うよ。まあそれはそうなのよ、ね、だって岸田さんのことだって言うもんね。言いますよ、そら、ね、岸田さんセンスないっていつも言ってもんね。いつも言ってもね。言ってないかちょっと俺バランス取らなきゃいけないからさ、私はさ、でもいいと思います、本当にガンガン言った方がいいよ。いやいやいや、それで今ちょっと話題変わってですね、はいはいはい、これから人事と国会がありますけど、まあ人事のことはね、まあ僕らあの下手なこと言うと、まあ、それは呼び出されて説教されちゃうんで、あれですけど、まあ予定としては9月の10日の週ぐらいに、もう来週、再来週ぐらいですね、党役員人、まず党役員人事があって、でその後組閣があって、うん、でその1日置いて副大臣ですか ね、 政務官ね。だから9月10日の週に大体新体制が決まり、まあ今、まあそれあのなんて記者さんとかいろんな人から聞いてる話なんで確定じゃないですけど、で10月から臨時国会かなという流れですね。9月末は国連総会ありますからね、うん、はい、まずちょっと関心があるのが幹事長の続投かどうか。まあこんなことここで言ったら大変なことになりますね。大変なことになるよね、はい、この部屋を使えなくなる、この部屋使えなくなるでもね、一旦議会館戻ったら鍵かかって入れないかもしれないもう荷物外に出されて、そう荷物外に出されて、はい、ということになりかねない。いや、それでね、でもね、まあ、幹事長は俺ちょっとな、だってあの都知事選があるからさ、ああいうこと言ってる人は嫌なんだよ俺は。まあ俺もそうだよ。おお、言っちゃったじゃん。まあでもまあそればっかりやね、総理が決めること。ただまあ個人的な意見を言わせてもらえば、はい、僕はここ何回かの最近の安倍内閣いいなと思ってるのは、うんうん、河野外務大臣と世耕経産大臣で、やっぱり国際感覚もあり、あのちゃんとロジックもしっかりしている、まあまあなんて中堅のね人が経済外交っていうところを抑えてるっていうのはもういいなと思ってるんで、まあ個人的な意見ですけど、ここはもうぜひ続投してもらいたいなというふうに思いますね。確かに外交のところはしっかりしてるよね、世耕さん、河野さん、あともう一人あの、茂木さん、今回日米交渉も、ね、日米交渉だってやっぱり、ね、まとめてきて、こんなに早くまとまるとちょっと思わなかったし、ね、何まとめたの、まとめたの、そうそうそう、今一応トランプと安倍さんで、概要はね、
まあ、基本合意しましょうということになってるので、あそこまで持ってるのかな。だからそもそもね、そもそも TPP なんてっていう大統領ですよ、うん、そうだよ ね、それでアメリカファーストって言ってる大統領を相手に、まあまあうまくまとめたよね。うまくまとめたって気がするよね。まあ詳細わからないんだけど、わからないけど、いやだからやっぱり交渉で茂木さん持ってきたっていうのはやっぱ安倍さんのセンスの良さだし、やっぱり力のある人をそこに置いたと。だ当初はね、トランプ大統領で安倍総理でもいい関係やったけど、当初は副総理と副大統領でって言って、まあ私心配してたわけですよ。大丈夫かこれと思って。副総理って誰？副総理、誰を出てんの？副総理兼財務大臣と。あ、止まっちゃったじゃん、ね、だからこれ大丈夫かと思ったんだけど、それうまくは茂木さんで、だからやっぱり茂木さん、あと河野さん、世耕さん、それとね、やっぱり僕は、ね、平井さんの IT 担当大臣がいいですよ、うん、あそう、ね、やっぱりね IT 分かる人ってほとんどいないし、平井さんはもうずっと IT やってて、そうだよね、実はあのデジタル戦略、デジタルなんとか、はい、20いくつって言って、毎年毎年、うん、党のね、党でデジタルに関する政策を毎年毎年アップデートしてるんですよ。 あれ平田さんだった、あれ平田さんがずっとやってるわけ。あ、そうなんだ。それでデジタル戦略を党でガチッと作ってる政党って自民党しかないですから。でそれの リードをしてるのがずっと平井さんで、だからね、本当はここはやっぱり平井さんがやっぱり専門的には一番力ね。それで今ほら前も言ってたけど、データドリブンエコノミーとかさ、データフリーフローウィズトラストとかさ、いろいろ言ってく中で、そのデジタルのルール化がものすごい大事だから、やっぱりね IT 担当大臣ってたまに IT 何にも知らない人がなったりするんですよ。サイバーセキュリティ全然わかんない人がなったりするんですよね。サイバーセキュリティはだってさ、IT 担当大臣とか離れてるから。いやだからくっつけた方がいいよね、次回から。まあ、あの過ちを繰り返さないように。いや、やっぱりね、知ってる人がやんないとダメなんだ。いや、そりゃそうだよ。だからここは意外と、だから河野さん、世耕さん、平井さんあたりはね、うん、まあまあ、もうやっぱり能力本位だよね。なるほど。と思いますね。じゃあ、あのお二人の入閣なんかはいかがないですね。ないですか。うん、今回親分さんは親分あるわけですよ。平さんの先にそんなことはありえないそうですよ。平さんの部下なのだってサプライズ人事があるかもしれないよ。いやでもさ、木原ちゃんから見るとね、うん、まあ所詮部会長だから。第二だからね。第二だから。いやでもさ、俺また木原さんにお願いしに行かなきゃいけないのは。うん、今ね、まあ所詮第二って言われたけど、今概算要求で各役所が全部来てるわけよ。それで今度平場にかけて、平場で通った瞬間、上邸が俺になるわけよ。今は役所が俺に説明してるけど、昨日かなんか、一昨日かなんか写真が、ね、あって、一人ここに平先生がいて、ここにブワーッと10人ぐらいいたじゃん。まあ所詮部会長ですけどね。まあでも内閣大臣会広いのよ。あれ何、一人一人役人なわけや。全員役人 であれが入れ替え制で5週ぐらいしたっけ、会計検査員とか警察庁とか、あれじゃないの、そう、個人情報保護委員会とか、それで今度こういう 法律予算とか税制とか政策とかでその言ってくる、その説明に来るわけ、説明来るわけ。じゃあそれを全部受けて今度こちらの前で、そう、俺が上程するわけ。そう、木原さんお願いしますよ。そうそう、木原ちゃんが、いや平部長、あ、平部会長、平部会長って言わない、第二部会長って言わない、第二部会長って今の分かんないんだけど、もう一回説明してくれるんですか、やっぱり第二だねとか言いながら。ひどいでしょ、しいね、しょうがないよね、これは。岸田政調会長の意を借りた。まあ、それは否めない、確かに。おっしゃる通りだ。いや、だからね、こういうのね、話すといいよ、もっと。いや、だから。みんなだってこういうプロセス知らないんだから。だから部会長は、逆に言うと、ある時までは役所と対峙してるけど、自分で分かったって言った瞬間、部会長が責任を負うわけだ、それ。それは党内ガバナンスで。それで俺が逆に政調とか総務会でボコボコにやられるわけ、こんなのはダメだとか、いやいや、そこを先生なんとかっつって、それで通していくわけですよ。だって議論しなきゃいけないから、一個一個ちゃんと勉強していかなきゃいけないんだよね、ある程度ね、それはね。それでね、賛成反対が鮮明だから、例えば俺なんかマイナンバーやってるでしょ、そもそもマイナンバーは反対だっていう先生もいるわけよ。ああ、そうか。総務会とかには。そうか。あとデジタルガバメントって、お前日本語で喋れみたいな。そう、デジタルで、デジタルどうやって日本語って言われてもなみたいな。そう、だからそういうのを通して、それで政府のやつが法案で出てくるわけ。なるほど。でだからね、よくあるのがね、まあ、市場法なんかもそうだったけど、うんうん、国会に出てきて野党が質問するよ、これおかしいじゃないか、あれなんだ、うん、もうね、散々
与党でいい、ね、もうやって2週も3週もやった一番初歩的なところの質問してることは多いですよ。そうだよね。だから大臣答えられる。そう党でこんだけやってるから、ね、役所もこんだけやってるから、うん、いやだからねやっぱやってるよね仕事ね。だ自民党で突っ込まれる方が突っ込み激しいからね、野党より。野党よく分かってない場合があるから、うん、自民党は専門家が多いから無視できない。そう自民党突っ込まれると国会で野党の突っ込みは、まあ、最後はねもう意見の見解の相違ですねで済むけど、自民党は無視できない。自民党はなかなかそうはいかないんで、まあ、そうだ見解の相違って言えないですね、うんうん、これはね。だから現場でね例えばこの法案は野党も賛成に回れるように汗かいてくれって言われた時に法案修正ができるわけよ私は。中身知ってるから。ああそうか分かってる。でもここまで書いちゃうと多分あの先生が反対するし、ここまで書いちゃうとこの団体がっていうのが分かった上で一時一句だからここはもう役にできないから。うわ楽じゃない。まあまあそれは法制局はあるけど、だからそこは政治家が野党と交渉して、じゃあここをこうやりましょう。でその直したやつをまた前も言ったでしょ、幹事長、政調会長、はいはいはい、国対委員長のハンコもらわなきゃいけない。ちょっとあれだよね、幹事長のとこ行くと平先生の場合は丸二。そうそう、二階さんが丸二しか書かない。丸二って書かない。第二部会の意味じゃないの。違う。バカしてる。最近逆襲するよね、随分ね。それでさ、二階さんがいないときはさ、幹事長代行のハンコをもらわなきゃいけない。萩生田さん。最近僕の悪口ばっか言ってるみたいだよね。最初から。事実だからね。すいません、お耳に届いてましたかみたいな。いやでもやっぱちゃんと仕事してるよね。またこういうお話もしていただきたい、ね、いやだからそれは鍛えられるよ。あそれはね鍛えられますよ、ね、でタレちゃん何やるのこれから社の部会長として。いや部会長ってまあまああれなんだよ、個人情報保護委員会、うん、保護委員会をちょっとさいろいろ海外との交渉とかもあるから、うん、ちょっと厚くしてもらう必要があるなと思っててさ。個人情報保護委員会っていうのは、ね、実はデータドリブンエコノミーになって、うん、その抑えなきゃいけないツボが移動してるわけよ、うん、でルール作りだから、はいはいはい、で個人情報とかデータって、まあ、個人情報は守んなきゃいけないってなるよね、うんうん、で一方でビッグデータにしていろんな何ていうのかな分析をしてとかいろいろあるでしょ。だから個人情報とかあと著作権とか、はいはい、あと軍事情報とかいろいろそのセンシティブなやつもあればそうじゃないのもあるんだけど、うん、ヨーロッパとアメリカと日本の中でやっぱりヨーロッパは個人情報すごい厳しいんで、うん、で中国が使いたい方だじゃない、うん、でここでどういうルールどういうデータ流通経済圏を作るかっていうのが日本の今後の経済に大きな影響を与えるわけ。でこのルールメイキングの全部じゃないけど一部を個人情報保護委員会が一部になってるので。なるほどね。だからここは単なる監視組織じゃなくてちょっとプロアクティブに行ってくんなきゃいけないからちょっと強化しなきゃいけないなという、まあ、問題意識もあったり。そこは多分だから議論で相当意見の研究ね相違があると思う。そう個人情報保護委員会個人情報保護法の世界でやるのか、そうもうちょっとこっち監視だけするのか ねルールメイキングまでやるのか。こっち改めてデータ市場なんとか本部っていうのを作ろうって言ってるわけよ。あこっちでやろうというそういうとこから話すんだ。理念の差もあるし、だから司令塔も必要だしね。どっち作ろうっていう。なるほどね、うん、だからまあそれをどうするかっていうのをちゃんと今やっとかないとダメだし。そうか会議体のあり方から議論が始まるわけ。でその話でいくとね、うん、今僕がこの間韓国とのセッションで言ったのは、韓国もまあいろんな問題あるけどこのデータ流通の仕組みのどこに乗るかちゃんと考えていかないと孤立するよって言ったの別の意味で。なぜなら中国と同じデータ流通の仕組みとかね、あとそのファーウェイとかいろんな ZTE とかが全部バチッと入っちゃったら一瞬つなげなくなるわけですよ、うん、そうだね。だからそこは韓国が考えた方がいいよって言ったけどそういう問題意識なかったね。だけどこのペースでいっちゃうと向こうに取り込まれちゃう可能性もあるしね。あらだそうすると我々と一緒にできない。できないよ、ね、だからこれからは地政学かけるデータ流通の陣取り合戦で多分外交とか経済でもね、中国もそう簡単に韓国に手差し伸べないと思います。なぜこういう時は。いやそれはやっぱりね弱ってる変な言い方だけど、あ弱ってるもうどんどん叩いて根を下げるっていうのが、そうか国際社会の情動だから。溺れてる犬は突き落とせみたいなね。で本当に困った時にしか、あそうか、うん、それでもう本当に困った時に自分が 100% 強い条約を結ぶってことか、やだね国際外交って。でもしょうがないよね、みんな国益をかけて戦ってるわけだね、うん、なるほどね、そういうわけか。で、葵ちゃん、せっかく来たから何か
馬最近思ってることは聞いてみたいこと政治家だよ立派な政治家2人なんだから何か聞きたいことあったら、いや何か関心あること関心あること、うん、どうぞ、何でも木原さんが答えてくれる事務総事務局長だから、うん、成長の、うん、全ての政策さっきコーヒー飲んでる時言ってたじゃないあれでいいよ、うん、なんか結構年金のこととかやば年金のこと考えてるんだね学生でいやだ授業で習っててちょうど年金のこと専門でやってる先生の元で学んでるので今結構それに関心があってやっぱこうメディアの出してる情報とこう本当の実際のところってなんか違うのかな先生は何つってんの先生は違うって言ってメディアは信用できないみたいな感じで言ってる人なのでそうなんだ、まあ、さっきの切り取りと一緒だよねメディアはそれぞれの自分の、まあ、立場で切り取って説明するから、うん、どうしてもでも事実嘘はついてないんだと思うけども、うん、ただ根本的に違うのはやっぱりあの年金公的年金というのは基本的に安全だし、うん、基本的に有利だってことだよ、うん、これ圧倒的に税金が入ってるし、うん、それから金利が上がってもちゃんと運用されるしなるほど、まあ、そういう意味ではあのいいか悪いかってまず悪い方からやっぱりメディアは入るから、うんうん、そこの差からいろんな中身の違いが出てくるけど基本的にはやっぱり年金は絶対入ってみた方がいいよ、うんうん、いや俺はね細かいことは分かんないけどね、うん、高橋洋一さんっていう人がいるんで、うん、東大データ財務省の人が、うん、その人にねあの高橋さんあの年金ってどうなんですかねっていいが生田さんねとりあえず長生きしとけそれでいいからいとりあえず長生きすればするほど儲かるのが日本の年金だ、まあ、それは間違いないじゃあ長生きしようみんなでそうそうそれがいいよそれがそれはしましょ だからやっぱり年金は政局にしちゃダメで、うん、その明日にでも年金制度が崩れるみたいな政治的宣伝っていうのは百害あって一利なしで、うんうんうん、ただ一方で、まあ、人口が減るとか、うん、その高齢化が進むとか、はいまあ、その給付される人と支える人のバランスが変わっていくっていうのがあるんで、はいはい、そこの調整は必要ですねとただまあ給付される側はね、元本というか原資は保険料だけじゃないので保険料と税金が 50-50 で入るので金融商品としてこれだけ有利なものはないですよ、うん、というのとね、うん、必ずはもらえる要するに給付、うん、我々で給付する額が決まっていると、うんうん、こんな商品はないわけよ、うん、あ、オーの場合そうだねあの金利上がったりあの世界の株が下がったりでこうそうだ、ね、返ってくるが変わるわけで元本は保証しませんって言われるもんね確実に元本保証されてるわけであそうかそれはあの政治の責任でね、うん、でその後ろにあるのはやっぱり税金があるのだからもうこれはもう絶対に安心感を いい国だよな、なかなかそれはだからもうなんか明日にでもできないあのなんか破綻するみたいなね、うん、言い方だったり、うん、あと無責任な税方式でやったらいいって言うんだけど、うんうんうん、それに移行するために何十年かかったりあとベーシックインカムって議論があるけど、はいはいはい、じゃベーシックインカムで給付するのはいいけど、うん今まで年金払ってた人と払ってない人も同じ給付だよって言った時の、うん、じゃあ公平性どうするんだと、まあだね、じゃあベーシックインカムは上乗せでやるのか今の社会保障全部取っ払ってベーシックインカムにするのか、うん、そうすると今まで負担してた何十年も負担してた人と負担してなかった人同じ額やるんですが、うん、移行に多分40年50年かかるわけですよ、うん、クーデターでもない限りあだからそういうのは我々自民党はできないわけでも野党は好きかって言うわけよそ, ねね、で そんなのさじゃどうやってじゃ移行までの工程表出してくれって言うとじゃ何十年かかりますっていう話になるわけベーシックインカム今大きくうなずいたけど何か関心があるんですかいや学校 その授業でめちゃめちゃ出てくるワードだなと思ってベーシックインカム流行りだからねじゃあ実際どうやるかだからそれはねまさに僕は高橋陽一説を僕は取ってて、うんはいはい給付付き税額控除みたいのをビルトインすれば結果あのベーシックインカムと同じ給付付き税額控除しかもそれをデジタルのポイントでやるべきだというのは私持論でこれ説明するのはまた 2,30 分かかって次回やりましょうまた別にしましょうだからベーシックインカム入れたいんだったら今ある時点で入れるんだったら給付付き税額控除をマイナンバーカードのポイントでやりましょうというのをやっていけばいいだと思います。いやその通りですよ。その通り。うん、僕は木原先生と私は珍しく意見一致でした。一致してますね。はい。はいあと石破さんの今回のコメントはセンスがないっていうのも一致しました。そうですね。はい、で、あの生田石破かばうのは違うと思うよって分かるんだけど、別にかばってねえよ俺。だってかばう筋合いがねえもん俺。いやだ、生ちゃんとさ、もう結構絡まれてさ、お前のボスなんとかしろって言って、いや俺のボスではないです。そうだよ。まあ
何度も言ってるけどさ、石破と平と生田は自民党から出てけって、二人は分かるけど俺入ってないから悪いけど、そうだ、ね、出て行きようがないんだよ俺。まあまあいろんな人いますから、ね、まあまあいいんですけどね、まあ、でもやっぱり意見の多様性って大事なんでね。そういやでもそれをね、こういう公の場で言えるってなかなかいいと思うよ俺は。でもね、辛いよ、すぐもうね、頭ごなしバカだアホだって言われてね言われたんだよ本当にね、辛いですね、うん、本当に言われてんの。言われてますよ。言われるよ、すごい。いやだからこいつ弱いですか、行くバズ出た時だってほぼいい評価なんだけど、必ず最後にだけど石破だけどねって書かれるね、まあでもやっぱりね、党内でいろいろ意見が言える、はい、あの環境をね、作らなければいけないというふうに思います、はい、じゃあそういうことでいいですか、はい、言い残したことは、ありません。結構長くなっちゃいましたね。長くなっちゃったね。いつの間にか。じゃあこれを5回に分けて放送してみましょう。そうなんですよ。ということで、はい、終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。